はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。えー、糖尿病予備軍と言われてから10年、えー、言われたその時からですね、あの、ジョギングをし始めまして、えー、と、今年でランニング歴10年になります。そんな年にですね、えー、ソニーさんから究極のスポーツヘッドホンが登場しました。えー、と、クラウドファンディングではオフイヤーヘッドホンというふうに言われてましたが、えー、オープンイヤースタイルのフロートランというモデルで、えー、と、今度発売されることになりました。えー、こちらの オープンイヤースタイルのフロートラン最大のメリットはランニングの着地音がしないことだと思いますえっ、ー、と着地音というのはヘッドホンをしながら走ってみると分かるんですけどもこの着地した時の,あの振動が耳に伝わってきてトン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 という音がします、えー、人によってはですねあの動心拍数心拍の音が聞こえたりという方もいらっしゃるようですがそれは皆さんですねやはり、えー、このイヤーチップを通して、えー、と耳の穴を塞いでいるからなんですね いいろいろ私も試してみて分かったんですけどもこれ,これが、えー、とイヤーピッチップがあの耳の中に入ってこれが、えー、と上下するとこれ,が音これ自体が音が鳴りますいろいろな形を工夫してイヤーハンガーだったりあの重さを分散させるものというのは今までもあったんですけども、えー、とこれはフロ,フロトラーマは、えー、そういったものとはちょっと違っても、えー、と完全に耳に入れない形スタイルになっています。 これは、あのー、着地音の軽減ではなくて、全くないものなので、走ってると、あの、着地音は一切しません。これが最大のメリットだと思います。そして、2番目のメリットは、えっ、ー、と、やはり耳を塞がないので、えっ、ー、と、外の音がそのまま聞こえる。えっ、ー、と、ランニングの時はやはり周りの音を気にしながら走らないといけないので、外音取り込み機能などを使って走ったりするんですけども、これは、えっ、ー、と、耳を塞いでませんので、外の音は丸聞こえです。えっ、ー、と、オープンインヤースタイルのヘッドホンとしては、 昨年2月に発売になったこちらのリンクバッツがありますアナーキヘッドホンですね大好評のこちらも、えー、とそうですけども、えー、外の音が全くそのまま入ってくるっていうのが快適なのとあとは通気するので耳、えー、の中が蒸れない、えー、と長時間使えるというメリットもありますなので、えー、とこれをです、ね、テレワークで使ったり、えー、とテレビ会議で使ったりというこれマイクついてますのでテレビ会議でも使えます を使ったりすすることがあの長時間可能です私も自宅で、えー、テレワークやってる時にですねこれつけっぱなしにして装着しっぱなしにして仕事をしています、えー、やはりバッテリー10時間持ちますけども本当に10時間これ持ちますので、えー、長時間つけっぱなしで音楽聴きながらそして、えー、とテレビ会議が始まったらそのまま、えー、マイクついてますの、ね、でテレビ会議に入ることもできますそして第3のメリットはこれの装着感ですえっ、ー、とないろいろ振っても外れません外れないのと あといろいろ形状が工夫されていて邪魔にならないようになっています。例えば、こうして帽子を脱着するときでも一切邪魔にはなりません。眼、え、鏡、ー、などもこれをつけ装着したままでつけることができます。特に干渉もせず、えー、と普通に眼鏡の脱着もできます。えー、とマスクはですね、さすがにちょっとかぶってしまうので、こんな感じですね、かぶってしまうので、マスクだけは、えー、と1回外して、そして、 マスクを装着して、その後にかぶっていただければ、えー、一緒に使えること、使うことができるようになっています。重心もあの低くできているので、とても安定した形でえっ、ー、と装着してでもずれたり外れたりする感じは一切ありません。第四のメリットは音が良いということです。えー、このオープンフロートランとおそらく比較検討される方で多いのはこちらの骨伝導ヘッドホン。 こちらと,えと使うのどちらにしようかなというふうに比較検討される方が多いと思います。えー、私も興味があってこの骨伝導ヘッドホンというのは一回買ったことがあります。骨伝導ヘッドホンはこうやってえ耳のちょっと前ですね、ここにえと振動部が当たるようになっていて鳴らすとこれが振動してこれが骨あの骨に伝わってあの音楽が聞こえるという仕組みになっています。なのののでえこちらの右の音が 頭蓋骨を伝わって左に聞こえるし、左の音も頭蓋骨を伝わって右に聞こえます。えー、ステレオ感が乏しいのとすると、やはりえっ、ー、と耳に直接音を届けるものではないので、音質が、えー、お世辞にもよくありません、えー。低域も高域もちょっとこもった音になります。なので、えっ、ー、と走ってるとやはりボリュームをちょっと上げがちになるんですけども。そうすると今度は、えー、これがこれ自体が振動してビビるというかですね。 ビリビリビリっていう風にえっ、ー、に振動する音を感じるような形で音が伝わってるというよりも振動を味わっているような形になってしまいますところがこちらの、えー、フロートランに関しては、えー、とここにスピーカーがついていますので、えー、とオープンスピーカーですね、えー、とスピーカーを目の,あの目の前に耳持ってきて聴いているような形なので濃い着もの伸びもいいしさすがに重低音は鳴らないんですけどもあの音楽を聴くときに 非常に気持ち良い,い音で聞けます。おそらくソニーのスポーツイヤホンの中でも最上位クラスになる音じゃないでしょうか。そういえば昔オープンスピーカーという製品で、えー、PFR-V1 というあのオーディオ用の,あのこうしたスタイルのヘッドホンもあったので、それに近いものがあるのかもしれません。えー、と骨が振動しない。いい音。そして快適。えー、この3拍子揃っている、えー、フロートラン、スポーツヘッドホン、新しいスポーツヘッドホンですけども、 ぜひおすすめでございます。スポーツされる方、そしてテレワークで長時間ヘッドホンを装着し、使いたいという方に強くおすすめするモデルです。